ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年10月の、今日は29日土曜日です。やりましたね、藤井聡太竜王、大逆転の勝利ですね。いや、素晴らしかったですね。112手でまでで藤井聡太竜王の大逆転の勝利です。今日の第35期竜王戦七番勝負第3局2日目、藤井聡太竜王対広瀬明人八段が静岡県の富士宮市の割烹旅館立花で行われておりました。いや、朝の封じ手はですね、73手目を広瀬明人八段が、これが1四歩で開封して始まりました。この時はですね、 AI は藤井聡太竜王は 38%、 相手の広瀬明人八段は 62%。 ここではですね、広瀬明人八段の方に AI は有利だしてるんですね。そして始まってですね、なんと昼前にはですね、藤井聡太 25%、 広瀬明人八段 75%。 場面見てそんなに負けてないと藤井聡太竜王思うんですけども、でも AI はですね、藤井聡太 25%、 向こう 75%。 うわー、これはちょっと 70% 超えるとかなりきついなと思っていました。そして昼食に入る頃もなかなか返すことはできない。昼過ぎて打ってもまだ広瀬明人八段の方が AI は有利です。でも解説者の人はこうやったら藤井聡太の方が有利になるんじゃないかという話はするんですが、依然としてなかなかその広瀬明人八段の有利は変わらない。まあこれは厳しいなと思ってましたら、なんとびっくりしたのがですね、91手目、広瀬明人八段が打った8二角ですか。この時にびっくりする流れ、藤井聡太の前 60%、 一気に大逆転で振るって、広瀬明人八段の方が 40%。 ここで逆転が起こったですね。これ逆転が起こってからの藤井聡太竜王のこの差し回しの鋭さ、強さ、間違わない、どん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 じわ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 とこう攻め立てましたね。そして、もう確実に AI も出したのはですね、これはもう96手目頃にはもうから97手目頃には藤井聡太竜王に 80%、相手に 20% がっとも藤井聡太竜王の方に有利が AI が働きました。でもまあそのどこでも行って間違うとすぐ逆転ですからね、終盤ですから。でもそこが藤井聡太竜王は間違わない、確実にじわ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 と進めていきましてね、最後はもう持ち時間もひどい時は2時間ぐらい負けてましたからね、藤井聡太竜王は。でも1時間と差が縮まり、そして、最後の方はですね、同じになり、最後はもう逆転で藤井聡太竜王の方が時間も有利、なりましたね。もう最後の方は持ち時間が、ですね、もう1時間、こうですね、大体最後の方が、広瀬、明人八段の方は1時間を切って50分を切る。藤井聡太竜王は、まあ、1時間ぐらい持っとるというですね、時間的にも逆転。いやー、最後は素晴らしかったですね。と言いながらも、今回も序盤から中盤過ぎるまで、広瀬明人八段の作戦勝ちというんですか、研究勝ちというんですか、もう、ずっとなんか、リードしてましたね。さすがね、藤井聡太竜王は、そういう新しい作戦にもだん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 と対応して、最後行動という時にドッと攻
攻めていく大逆転のこの凄さですね。いやー、びっくりしましたね。いや、今回は、これで、2勝1敗。勝ち越しましたね。3局目、これは大きな、分かれ目になりますね。これからぐわーっと引っ張られていくのか、これからぐっと藤井聡太竜王の引っ張って、こう、引き付けていくのかという、まあ、分かれ目の試合でしたが、もう逆転で勝ちましたかね。この逆転で勝って、次が藤井聡太竜王が先手です。これはこの勢いを持ってですね、ドンと行くと思います。でも、さすが感想戦のこと、ちょっと言葉をインタビューを聞きましたけど、広瀬章人八段、悔しがってましたね。今回は作戦がうまくずっとリードして、これではなんとかして勝てるという、なんか、雰囲気がありましたからね。それを逆転で敗れた、この悔しさです。この悔しさに持って、またエネルギーを爆発さすかもわかりません。でも、第4局も、まあ、いい勝負になると思います。白熱する勝負になると思います。でもそこで、藤井聡太竜王はそこをまた、勝ち抜いていくという強さがありますね。まあ、今日将棋を見ていまして、もう、ちょっと苦しくなるとこ、押されっぱなしですからね。苦しくなるところ、でもそれからだん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 とやって、一気に逆転に持っていって、一気に突っ走る。まあ、この素晴らしいところを見るとですね、やっぱり、高齢者。元気になりましたね。いやー、今日は危ないかなと思って、ちょっと、お金仕事もちょっとなんか手につかなかったんですが、でも、最後、たたーっと行きましたからね。素晴らしかったです。今日の秋晴れのごとく、今日もスカーッとして、高齢者の道を突っ走りまーす。ウィー